ほうき俺のとこだ。まずい。俺ほうきまず取りに来て。そうですね。多分こっち電源落ちたら終わる。やばい。終わるから早く。画面オッケー。早く。ちょっと待って待って待って、こっちもやばいから。早く。まずい。かぼちゃ農園もちょっと取りやすいようにここにまず置いておきます。オッケー。台所買います。間違えた。何？リサイクル買っちゃった。ああ、ふざけんなよ。何してんねん。ごめんなさい、ごめんなさい。あ、何でした？いやいや、何でもないです。なんかやった。絶対なんかやった。ええ、何も言ってないです。何も言ってないです。よかった今。またリサイクル買っちゃうし。またリサイクル買った。なんか同じミスしてないか。あ、来た。リサイクル。いらん。リサイクル別にいらんのよ。来た。リサイクル。ごきげんよう。ごきげんよう。さあ始まりました放課後ゲーミングライフ。今回はこちらの3人でやっていきたいと思います。お願いします。お願いします。はい、ということでなんで僕がここにいるかすごく不安ですが。全然不安じゃないよ。全然何にも違和感ない。いやいや違和感大ありですよ。いつもだってこっちですもん。MC あ、その仕切りがってこと。そうです。バルラントの時は僕一人だったんで。あ、それはな。はい、それの仕切りとかでもないよ。もう一人だから。今回はもうMC 海に任せていいってことですよね。いやちょっと荷が重すぎますね。グループで MC 担当ではない。じゃないです。あ、違う。はい、誰なんですか MC やる人は。宮近と川島ノエルがよくやってくれてるんですけど、うん、はい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 。もう僕はそこにガヤを入れる担当なんで。でも今回はもう僕たちを回していただけるということで。そんなプレッシャーになることじゃないよ。いや俺今日あの台本送られてきて見たんですよ。うん、1枚目見た後に2枚目見たら、うん、やっべーってなって。でもお二人が絶対支えてくれるだろうなと思ってるので。いやもうそれはもちろん神ちゃんが。ごめん。お二人のお力を借りながら今回はこのゲームをやっていきたいと思います。はい、アウトオブスペースをやりたいと思います。アウトオブスペース。はい、大橋くんと恭平と3人でプレイしたんですけど、うんうん、このゲームどんなゲームかわかりますか。うん、いやちょっとご存じないです。そうですね。そうですね、ちょっと初めて聞きましたね。はい、このゲームはルームメイトと宇宙船の引っ越しを目指す戦略協力型マルチプレイゲームです。協力ゲームなんやね。協力ゲームです。はいはいはい。で、宇宙船内を掃除して食料などの資源を生み出しながら、うん、危険なエイリアンにも対応して、うん、引っ越し先の宇宙船を快適な空間に作り上げなければならないらしい。忙しいね。結構忙しいですなんで結構やること多そうな。もうほんと自給自足の引っ越し生活みたいな感じですね。はいはいはい。前回その3人でやった時どうやった。最初の方はちょっとあの恭平ちゃんのマイペースさとか、うん、王ちゃんのあたふたした感じでいけるのかなと思ったんですけど、うん、なんだかんだ協力できました。大丈夫やったんや。あ、行けた。行けた。はい、連携バッチリやった。多分結構その役割分担も必要。あ、でも役割分担結構必要で、あ、なんかこのゲームやっていけば分かるんですけど、そのまあお金が必要だったりとかするので、うん、そういう時にこう誰がじゃあそのお金を生み出す人を作るのかとかを決めてったらやりやすいのかなとは思いました。なるほどね。なるほどね。はい、じゃあちょっと性格出ちゃう感じね。結構出ると思います。マイペースさだったり。お二人はどうですか。ドド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 ドマイペース。ドド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 マイペースですか。はい。ええ。神山くんどうですか。ドド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 ド真面目です。あ、そう。じゃあもう正真正銘の真面目と正真正銘のドマイペースがいるということで。いやでも楽しいですね。なんかパワーバランス的にはね、はい、いい感じに。そうですね。そうだからもう今回海仕切りなんで、はい、もう僕らの役割も海が決めていただいて。もう僕らはそれにしたかということで、うん、あ、じゃあもういつも通りのお二人で行きましょう。そしたら、うん、いつも通りの俺らで。はい、あのそのゲーム内でなんかあれしてこれしてっていうのもしあれば。あ、そうですね。その都度みんなで話し合いましょう、うん、ちょっと答えるかは分かんないけど。マイペースなんで。マイペースなんで確かに。いや、じゃあまあ多分やってったら早いと思うので。はい、やっていきましょう。そうですね、助かります。押してみてください。ドア押した。開いたよ。それじゃあ A ボタンで電池を掴んでパワーコアに置くのよ。電池これです。これね。で、ここがパワーコアです。パワーコア。これ。はい。ポチッとな。その箱を拾ってくれてるね。その箱。あ、じゃあこれ、丸で拾います。あ、開いた。あ。これ、ZR で置けるみたいです。ZR。ZR で置くんや。
で、今これバケツが必要なんで、ここにバケツがあるんですよ。水が、はい、これ拾ってもらって、まるで拾う。で、ここの汚れてる部分にかけてみると、これも ZR ですか。 ZR です、ね、これですか。綺麗になります。ドアの向こうにもこう置いといてあげたわよ。それを掴んで、バツボタンで汚れを拭き取って、はい、入りました。で、そのモップ、モップを拾ってもらって、はい、綺麗にしていきます。あー、なるほどなるほど。掃き掃除、はい、ペッ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 ペーと。で、こう綺麗になったら、こういう風にピカピカーっていうマークが出るので、うん、はい、そしたら終わりっすね。ここに水かけてあげます。かぼちゃ農園を作ります。めっちゃむずいねんけど。かぼちゃ農園ができた。で、ここにかぼちゃが育つまで待って、それを掴んだら食べれるみたいです、バツで。あ、かぼちゃできた。それを丸で掴んでもらって、出た、出た。あれ、お腹がすると動けなくなります。うう、定期的に食べて、はい、やっていきましょうという。で、このモンスターがいるんですけど、うん、掴んでもらってもいいですか。で、こっち来てください。ここのリサイクラーっていうのがあるんですけど、そこに入れてみてください。おー、ちょ、結構、おー、なかなか残酷、えぐい。で、そうすると、今プラス5って出たんですけど、うん、お金が足されます。あ、うん、それがお金なんだね。そうです。ほら、で、今この部屋全部一通り綺麗にしたんですけど、した、まだあの、これじゃ足りてなくて、うん、今この家自体に3つその、うん、電源をさせないといけないものあるじゃないですか。ある、うん、で、今これ2個使っちゃってるんで、うん、これ1個足りてないんですよ。足りてない、うん、そうなったら Y を押してみてください。 Y、 お、電池、電池とか買えるようになるんですよ。ほう、で、今買ってみてください、電池を購入。そうすると、こっち左側来てもらうと、今左側にこの、うん、なんか宅配物マークみたいなついてるんですか、はい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 、これが届くようになります。来ました。だいぶ速達。そうなんですよ、早い。アマゾンもびっくり。いや、本当に。で、それを刺してもらうと、はい、完成という。なるほどなるほど。あ、これ結構覚えること多いね。いろいろ気配らないとダメだね、これ。そうですね。なんで、自分のお腹の管理とか、あとはモンスターの退治方法とかを、うん、こう協力しながらやっていけたらいいなと思います。オッケーオッケー、なんとなくわかりました。はい、うん、それでは早速行きたいと思います。行きましょう。はい、ということで始まりました。さあ、まずは開けましょうか。僕がじゃあここ綺麗にします。お願いします。はい、バッテリー入れました。ナイスです。で、かぼちゃ農園置きます。じゃあちょっと汚いので掃き掃除します。はい、お願いします。えい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 、あ、やばい、眠たい、やばいってなったら、あれっすね、ベッドを買わないといけないんですよ、確か。あ、ないんや。そうなんです。なんで、アイテムショップで見つけてもらって買っちゃってください。アームチェア、テーブル、アームチェア、ベッド、ソファー、どれがいい。アームチェアでいいんじゃないですかね。アームチェアでいいですか。僕たち今お金がないので。オッケー、じゃあ今頼みました。あの、このソファー届きました。ウォーター、ソファーどこ置きましょう。もう好きなとこ置いてください。じゃあ、はい、来た。これで皆さん、眠たくなったら寝てくださいね。じゃあちょっとお先に寝ます。で、今また電源が足りてないんで、また買わなあかんってことね。買わないといけないですし、それと買えない。じゃあこれをリサイクルしましょうね、一回。はい、よいしょ。ゴミ、お、これ35円貯まったんで電池買います。電池買っちゃおう。買いました。俺と流星が今結構お腹減ってる感じか。で、多分このかぼちゃのところに水をあげないといけないですよ、これ。しかもみんな眠くなってるっていう。みんな眠くなってるね。かぼちゃに水あげました。ありがとう。なんで、自給できると思います。寝ます。
の間に、じゃあ僕は隣の部屋をきれいにしときますね、これ。OK。いただきまーす。そしたら、やばいやばいやばい。お、なんか、自動で。そうなんですよ、これ。やばい！どうしたどうした？寝ちゃったってな、なった場合は？は、掴んでもらう。ありがとうございます。あれ、俺今水かけて起こした。そうですね。もうちょっと汚れてるじゃないですか、神山君。汚れてる。それは、このバケツとかでこう洗い流してあげると、あ、汚れが綺麗になった。そして眠たい。まずい。そしてその部屋はもう汚染されてる。やばいね。しかも汚染されると確かバッテリーなくなるんですよ。え、そうなん？そうなんですよ。良くないね。良くないんです。なんで買います。じゃあこっち行ってみる？うわあ、すごいことになってるよ。これじゃあこのモンスターたちはモップでこうやって吐くと、うん、倒れるんですよ。でその間に、その間にリサイクラーね。はい。でこのモンスターが歩いたところが汚くなっていっちゃうんで。なるほど。それを阻止しつつ。やっべえ。あ、やばい。あ、寝ちゃったー。まずい。今僕たちがやんないといけないのは流し台をどっかの部屋に置きたいですね。じゃあ流し台をちょっと金今71。やばい、寝てもうた。やばい、助けに行かないと。やべ、モップどこや。一回閉めよう。まあでも戻るか、ここで寝てるから。やばい。どこ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 、これモップどこ。まずい。あ、モップそこか。僕をリサイクラーに入れてもらって、そしたらこれ、あの時間で、あれ、俺閉じ込められてる。それ閉じ込められてます。ちょっと待ってくださいね。うん、まず俺これ今どういう状況。これは動けなくなってます。ちょっと待ってくださいね。俺もう睡眠もやばい、閉じ込められて。まずい。あ、まずい。これ頑張れ。ちょっと待ってくださいね。で、これしてよいしょ。で、こっち来てもらって、で、洗い流してもらうと。はい。で、これかけて、その次に僕がかけてもらってもいいですか。オッケー。マジだ。食力動いてないよ、俺は。龍星君が。ほい。じゃあ俺もちょっと寝ときます。やばい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 。なかなか大変なことになってきてんね、これ。結構これ、ピンチ、ピンチです、これ。ちょっと僕何もすることないんで、今。大丈夫だ、俺たちならできる。すぐ助けに行きます。待っててください。リアル寝しときます。ダメです。リアル寝ダメです。で、流星君の方行きましょう、これ。あー、出てきたー。もう絶望ですよ、今。これ、まずいです。リサイクル。リサイクル。俺の部屋のひどさやばくない？やばいね、だいぶ不衛生ですね。まずいまずいまずい。今ひたすら水でなんとかするしかないっていうね。え、また暗なったやん。え、そうなんですよ。バッテリーがもうなくなっちゃったんだ。ちょっと待ってくださいね。これで、流し台買っちゃいますもん。そしたらいちいちこっちに来なくてよくなるんですよ。うわあ、まずい。ストレ。やばい、そっちも電源。やばいやばいやばい、まずいまずいまずい。ああ、難しい。しかも一番最悪なんか、ほうきが俺のところにあるのかな。いや、終わってるよね。え、これ海どうしたらいい？これをもう一回そこに入れてもらって、で、次は水をかけます。亀山くん、僕に水かけれますか？あ、ちょっと待ってや。ん？ほい。あ、やば、バッテリーなくなった。え？あの青い虫なんや。
こいつ水効かへん。これ強いんですよ。確か。大きじゃないと無理なパターン。大きじゃないと無理なパターンです。ただ一回流星くんのことこれ助けに行きましょう。そしたら。そうやな。助けて。行きます。神山くん。あ、やばい。やばいっす。やばい、寝たー。まずい。起こします。これちょっと開けに行きますね、俺。やべ、頑張れ。ちょ、そもそも。あー！嘘だろ。おい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 、やばいぞこれ。これやばくないか？これまずいかもしれないです。これご飯。これさ、はい。ほうき取ろう、ほうき。あ。あ。え、めっちゃむずない？いや、このステージむずいっす。で、今こう、おのおのが結構こう、自分のやりたいことやってたから、はい、こうなっちゃったっすけど、はい、例えば今バケツとほうきが1個ずつだから、うん、じゃあ僕がじゃあバケツ担当だったらもう水だけしか投げないとか、うん、そういう役割でやってけば、うん、うまくいくと思います。うん、じゃあ割り振ってください。わかりました。バイトリーダー。そしたらバケツ、俺バケツ、君、ほうき、流星君、はい、僕は言います。その都度指示係、はい、指示係ね、周り見てね、しようって、はい、あ、すごい助かります。それはそれではこの人選でやっていきたいと思います。はい。で、なんか必要なものがあったら僕その都度買ってきます。としたら、あ、頼むわ。はい、じゃあわし、ほうき、私、水。じゃあ僕、ちょっと待って、なんか周り宇宙空間に、あれは見なかったことにしてください。え、何あれ今の。あれはかぼちゃ農園です。ああ、戻ってきた、戻ってきた、よかったよかった。それではやっていきましょう。どっちから行く？右左。右。ほら、ゆうせいくん行ってください。で、綺麗にしたのを俺がじゃあこう片付けます、リサイクラで。そしたら今10円しかないんで、うん、お金を貯めつつバッテリーを買う準備しましょう。オッケー、大きい置きます。28円なんでバッテリー買います。オッケー、買っちゃおう買っちゃおう。よいしょ、ここに置きました。はい。で、このバイセコーなんですけど、うん、バイセコー漕いでるとお金貯められるんですよ。何それ。じゃあ今ちょっと俺水やることないから、はい、漕いどくわ。お願いします。ソファーは何？ソファー買える？あ、買えます。アームチェア買いました。あ、これあれか、漕いでると眠たくなるんや。そうなんですよ、疲れちゃうっていう。ほうきも履いてるとすぐ眠たくなるよね。そうなんですよね、やっぱよくできてるんですよ。これ、あ、え、あ、ん、なんか今宇宙空間にダンボールが漂ってましたね。あ、戻ってきた。あ、よかった。ちゃんと帰ってくるんですね。こっちの部屋に置きますか、これ真ん中の部屋に、アームチェア。めっちゃ悩んでます。そしたら、神山くん、はい、ここに水かけてもらってもいいですか？オッケー、行っちゃうよ。はい。そしたら、バケツ、俺取るんでご飯の調達もします。ゴミをね。オッケー、お金もやって。で、お金増えたんで電池買います。で、多分もうそろそろでバッテリーが届いた。届いた。バッテリー届いたんで、これさっき綺麗にした左上のお部屋を綺麗にしましょう。ここ？はい、はい、ありがとうございます。よし、で、この部屋ももう安全になりましたよってなりました。したら、次やるのがどっち行こうかな。この左下行きますか。左下、こっちね。はい、ここ結構大変です。行きますよ、皆さん。オッケー、はい、スタート。うわ、いっぱいいるよ。掴んで、俺はじゃあこのモンスターたちを入れます。モンスター、モンスター持っていこう。モンスター持ってきます。よし、モンスター拾って。じゃあこれはもう大丈夫や、モンスターたちは。はい、これで OK かな。そうです。そうするとこの部屋も使えるようになりましたってなりました。はい、順調っすよ。今今いいね、連携取れてるよ。今めちゃめちゃいいっす。あれ、なんか右上なんかめっちゃ汚れてない？あれ、あ、やばいやばいやばい、あれ汚れてます。俺行きますわ。お願いします。バシャ、ナイスです。で、かぼちゃ農園もちょっと取りやすいようにここにもう一個置いときますね。 OK。サイエンじゃないですか。いやいや、かぼちゃ、かぼちゃサイエン、かぼちゃのサイエン、農園やったらもっと。あ、来ました来ました来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 
で、あとこの部屋をきれいにしたらもう僕たちの勝ちです、これ。オッケー。あの卵に水をかけたい。かけましょう。卵に水をかけたい。かけたー、ナイスー。で、これ買って、で、あとこの部屋に電源挿したらもう僕たちの勝ちです、今回。電源は、電源今頼みました。いきます、せーの。完璧。あとここっすね。あー、まだあんだ。まだあるんです。なんと、準備できたら言ってください、いつでも。じゃあお二人お願いします。バシャーン。あ、開けてもらっていいですか、じゃあ来たよ。よいしょ。まずいまずいまずい。水水水水水水水、まずい。バッテリーが壊れてる。そりゃ、あー落ちた。やばい、こっち来てる、こっち来てる。やばい、俺塗っちゃった、やばい。まずい。 OK、 頑張って頑張って、そいつら連れて行って。やめてやめて。やばい、こいつら生き残ってる、連れて行こう。あ、こいつほうきでもやられへんのか。そうなんですよ、この硬いやつは。どうやってやんの、これ。どうやってやるんでしょうっけ、水かけるんでしょうっけ。いや、水かけても全然何もない。なんと、なぜ、俺も寝ちゃうかも。あ、やばい、バッテリーやられてる、バッテリーやられてる。あー、やられた、まずい。そして眠たくなってきてお腹も空き始めた。体力あるときに倒せば。今何回も攻撃してる。あ、ミスった。やばい、バッテリー壊れてる、バッテリー壊れてる。まずい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 。何回も攻撃してるのに死なへんねんけど、どうしたらいい。あ、でもこっちのやつ綺麗になってるから、こいつやればいいんじゃないですか。俺全部、あ、いけた、いけた。あ、やばい、バッテリー壊れてる。こっち、まずい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 。こっち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 、いきますいきます。壊れた。いや、俺フルパワー使って本気で入っても死なへんかったよ。こいつ手強いっすね。で、俺あれ買います、これ台所。台所いるわ、これ。台所買おう。台所買いましょう。途中に。台所、台所。45円高い。 あと何円足りん。あと、20円足りないです。だいぶ足りん。やばいな、あそこ開けた瞬間に一気にやばいことになったね。あいつが強すぎましたね。多分、あいつ、一回水かけると、なんか、綺麗になるんですよ。はい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 。その時に攻撃すれば、こっち汚れたる。来た。台所買います。間違えた。なに、リサイクル買っちゃった。おう、ふざけんなよ。何してんねん。ごめんなさいごめんなさい、まずい。リサイクル2個もいらんよ。いや、ミスりました、ごめんなさい。ちょっと誰っすか、リサイクル買ったの。君だよ。ごめんなさい。そしたら、流し台買いました。流し台、よしよしよし。ここにポン。はい、置きました、流し台。流し台を置くと、置くとここで水を入れられるようになります。オッケー。よっしゃ、行っちゃいましょう。僕倒れてる虫拾ってきます。行くよ。はいはい、開けてください。開きます。じゃあ水用意できたら行きます。これ水かけてください。はい。で、こっち流星君、こっち、こっち、こっちの敵たちを。あ、ちょ、眠った眠った。あ、まずいまずい。オッケー、一匹倒したよ。ほうき、こっちにあるよ。ほうき、俺のとこだ。まずい。俺、ほうき、まず取りに来て。そうですよね。多分こっち、電源落ちたら終わる。やばい、終わるから早く。画面向け、やばい。早く。ちょっと待って待って待って、こっちもやばいから。早く。まずい。あー、行かないで。やっぱほうき2本いるんちゃうん、これ。ほうき2本いりますし、あとこの体力持たへんね、ほうき。まずい。ほら、よし、これ2匹。行く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 わ。ちょっと待って。了解です。じゃあこいつも行った方がいいな。もう行きましょう行きましょう。あ、行った。で、こうなったらバケツを買います。あ、水、ここ、卵、バケツ買います。やばい、俺もね、そう、そろそろ足りない、お金が。バケツちょ、バケツもらう。えぐいな、マジパンドラの箱やな、あそこ。マジあそこやばいっす。今バケツもう一個寝ちゃったー。バケツ早く届いて、早起きろー。まずい、早く起きろー。バケツ来たー。やばい、卵が帰るぞー。おらー。
でもまあまあまだギリギリ、まあまあまあギリ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 、バケツ2個あったら強いんちゃう、そっちから行く、はい、こっちから行きましょう。だからもう俺はもう持ったまま構えとけん、開けないといけないですね。うん、開けます。俺先先に行って、でこうなったらこう僕たちがこのモンスターを、このモンスターどうすればいい、あ、寝ちゃった、あー、まずいまずいまずい、このモンスターどうすればいいんですかね、やばい、こう、綺麗にしてから、綺麗にしてから持つ、あ、いけるいけるいけ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 、持っていけ、じゃあバケツ、よし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 、やばい、寝とる、いつまで寝てんねん、お前、あ、卵できちゃった、ここに、やばい、まずいまずいまずい、まずい、あ、まずいだ、もうしっちゃかめっちゃか、あ、もう、一匹だけ来た来た来た、あ、でかいでかいでかい、これ持って行ってくれたら、はい、持ってきます、でかいやつ、あ、でかいやつも行った、オッケー、よし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 、で、あとそこに水かけて、やばい、やばい、卵に引っ掛けて、まずい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 、水水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 バッテリーと届きます、で届きます、届きます、うわっ、何ができた、まずい、任せろ、 OK、 でこれ拾います、来た、よっしゃ、最後の部屋行きますか、これ行っちゃう、もう一回ぐらいご飯食べて行っちゃいましょう、じゃあ行きますよ、 OK、 はい、やばい、バッテリーが、バッテリーやられてる、これじゃあみんながかけてくれたモンスター全部持ってきます、これ俺はもうひたすら水をかけておこう、了解です、あ、向こう行ってる、やばいやん、やばいやばいやばい、寝ます、やばいやん、そっち行かんといて、おい、そっち行かないで、それほうきでやれるんじゃないですか、もしかしたら、やってます、よし、それ取って、取って、お、動いてる、なんで今シャワー浴びる、卵、卵、じゃあ電池取っちゃった、あ、やばい、卵、誰かこれもう一匹、はいはいはい、使いました、卵、うわあっち、やっぱ卵で、ほうきで、あ、寝ちゃった、こう、綺麗にしつつ、で、神山くんお風呂入った方がいいかもしれないです、オッケー、モップもう一個買っていい、はい、どうぞどうぞ、もういっぱい買っちゃいましょう、あ、いない、よし、掴んだ、で、まだ残ってるな、あとこのゴミたちを捨てれば OK ちゃん、 OK ちゃうんです、これいきますよ、これ来た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 、いけ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 、よっしゃー、やったうわえ、スモールでこれ、そうなんすよ、疲れたえ、でもなんかうまくいきましたね、そうね、やっぱり、うん、役割分担のおかげで、役割分担、あとやっぱほうきと水と台所大事だね、そうっすね、どうしますか、次から水は、水はバケツ2つあったら1人でいい、2つあったら1人でいける、うん、だからモップの方がどっちかっつったら大事かも、なるほどなるほど、ずっとほうきって言ってたけどモップやあれ、モップな、モップでしょ、モップです、モップです、モップ、モップ、かぼちゃ菜園な、はい、かぼちゃ農園菜園、菜園、農園やったらもっとでかくなっちゃう、あ、そうか、あと残り時間がもう少しってことなんですけど、うん、僕たちその大橋くんと恭平とやった時は、うん、ミディアムがクリアできなかったんですよ、確か、おー、なんで、今回はウエスト兄さんたちの力を借りて、うん、ミディアム攻略できたらなと、なるほど、思います、一発クリア、俺たちで行っちゃおうよ、行っちゃいましょう、役割はさっきの、さっきと一緒に行きますか、かみちゃんはもう一人で、俺はもう水を、水をやる、もうぶちまけまくる、でモップで2本、2本で、俺もモップを使ってやる、うん、ゴミとかモンスターは、うん、あの逐一、逐一やっていく、やっていく、うん、了解です、オッケー、で、犬ただらしいっすよ、そういえば、じゃあもう犬は頼もう、頼みますか、うん、もうちょっとリサイクルこう行って、かぼちゃ菜園のね、おいしょ、はい、置きました、さあ、で、で、どっち行く、どっちから行く、下か上、どっちがいいっすか、なんか
こっちの方が幸せ。了解です。じゃあ上からこの右から行きますとしたら、okay. はい、お願いします。あります。あ、なんか借金も見てるから安心。これあ、確かになんかちょっと綺麗。むしろ、うん、で、ちょっとお金貯めつつ、うん、ゴミを、ゴミをプレイヤーパッシブに。あ、これ大事だ。どれ？これ置いておきますね。観葉植物？近くにいるとあのベッドとかなくてもちょっと回復するみたいです。あ、そうなんや。はい。あ、これで睡眠が。お前ちょっとずつ。こっち行きますか。この僕たちの家の下。そっち行く？はい。オッケー。でこれ神山君に戻します。それでは開けます。はい。せーの。きたー。あ、でもなんかまだ綺麗。もう容量がだいぶつかめてきた。だいぶつかめてきてますね。アームチェア買います。はい、お願いします。わ、こっちいっぱいいるな。ちょっと敵倒しつつやってきますか、これ。そうだね。ワンちゃん買いました。はい。来た。アームチェア来た。アームチェアどこ置きますか。アームチェアは移動しやすいところの方がいいですよね。どこにしますか。この部屋に置いときますか、これ。ここ。はい。そしたらちょっとずつ一回寝るターン作って。うん。で、攻めに行きますか。もうワンちゃん来るよ。来たワンちゃん。おい、プリ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 。そしたらこっちの部屋に置いちゃおうかな。ここにポン。よっしゃ、行きますか。これこの右のところ、ここ、はい、行きます。はい、やべやべ、汚れちゃった。エイリアン持って行こう。はい、持ってきます。あー、ごめんなさい。ちょっとかけとくな。ありがとうございます。はい、どっかの部屋をなんかちょっとやりたいね。なんか水回り、水系、水系欲しいんで、ここ、こっちやりますか。こっちの今、モンスターがいっぱいいるところ。オッケー。流し台かな。流し台の方が速いんか、スピードが。そうですね。シャワーはシャワー、ちょっと組むのが。シャワーの方が値段が安かった。本当ですか。じゃあシャワー買いますか。シャワーにしよう。シャワーが20ぐらい買いました。お願いします。あ、やばい、なんかパタパタしてる。パタパタしてる。パタパタしてる。パタパタしてるやつもう入れる。入れちゃう。頭いい。俺ここでこうやってやって、いいっすよ、いいっすよ。こいつ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 持って、よし、いけいけ、綺麗になった。それでは開けます。せーの、おい、ほらー、なんかゴツ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 、意外だ。あいつ、あいつの先に、よし、こ、こいつやんな。そいつです。開けて。はい、ありがとうございます。バケ使いました。本気を引っ張る、あの部屋に。まずい。あ、やばい、上がえらいことになってる。あ、えらいことになってる。でも犬が。ナイス。開けっぱだからだ。来た、バケツ。オッケー、閉めた方がいい。閉めた方がいいかもしれないです。じゃあ、こっちも壊れます。まずい。はい、ナイスです。あ、ウォーターポットも手伝ってくれてる。水持ってってくれてる。なんと、なんと優秀な。え、結構順調っすよ、マジで。とりあえずこいつら倒すか。いきますよ。はい、はい、でかいです。あ、あと、なんかその卵がやばい。スライスも遠い。茶色いやつ、茶色いやつ。違う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 。あぶない、待った、待った、待った。あー、やばい、動けなくなっちゃった。もう記録や。ここほら、やばい、卵もある。水場遠い。えぐいっすね、これ。全部遠いね。やめて。とりあえずモンスターを汚さないで。そうですね、モンスター、モンスターをできるだけ減らさないと状況が変わらない。あの意外顔、やばい、意外顔。いや、犬が優秀だ。いや、これ犬やっぱ最初から必要やったな。いや、最初から必要でしたね。お
頑張るから。誰来るの？これ、あの、僕ですね。ってことは、君をリサイクルに出した方がいいってことね。はい、あ、ワンちゃんがお腹すいたって。はい。シャワーがリサイクル。あ、これ。で、皆さんご飯食べてもらいいの。これさ、このモンスター削るやつさ、はい、こう流し台欲しくない？了解です。多めに流し台とリサイクラーも欲しいですね。そう、リサイクラー両方買いました。あ、やっべ寝ちゃった。あ、取ってきます。あ、これ水がないとダメなんだ。あ、そうなの。ほうほうほう。お腹減って動けないって。あ、そうだ、ご飯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 。すいません。はい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 、はい、解体できんの？どうやって解体するの？解体しよう。で、リサイクラーをもう一個買っといたんで。うん、やば、でっかい玉がある。でっかい、やばい、なんだこれ。でっかい玉がある。これは行った方がいい。あ、帰った、意外が。流し台リサイクラーどうさ、ここに置いて、ここに。で、リサイクラーもう一個、ここに打ち合うリサイクラー。はい、そうだ、これご飯も買わないといけないんです。ご飯のやつも買います。あ、どうした？いやいや、なんでもないです。なんでもない。なんかやった？絶対なんかやった。いやいや、なんも言ってないです、なんも言ってないです。何よかった今。いやいやいや、そんな、もうやめてくださいよ。何よかった今。すいません、またリサイクラー買っちゃうし。またリサイクラー買った？はい。なんか同じミスしてないか。いや、すいません、ちょっと。あ、来た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 、リサイクラいらんのリサイクラ別にいらんのよ。来た来た、リサイクラ。あ、じゃあここ充実してるから、下か、あ、まずここ行く。あの、行きますか。なくなっ、はい、ここ、そっち行きますか。あ、これバケツ、はい、まーす、行きましょう。はい。あー、確かに。そういうこと。もうここには行かないなっていうとこね。じゃあこれぐらいですかね、今は。はい、 OK 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 OK、 これで運んでいこう。で、どうした、閉めてもらえ。これここでもこうずっとやってるんで、持ってきてもらえれば。まずい。で、これ買ったら、あそこ電池あるんですよね、ラッキーっす。ほら、あ、ラッキー電池ある。ラッキーっす、ラッキーっす。オッケー、ここオッケー、オッケーっす。順調かも、この前やった時より順調っす。嘘。はい、答え。じゃあ、開けます。ワンちゃん優秀だ。やばい、眉毛になってもうた。まずい。これどうやったら、あれ、これは、僕が持ってきます。え、眉状態解除ってどうするの？これは、僕が流星君を開けてください。オッケー、開けて開けて。で、これをシャワーに置きます。やばい、出てきてる。まずい、まずい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 、まずいまずいまずい、これはまずい。あー、迷いになっちゃった。もう、行きます。よし、それ全部入れちゃおう。あー、俺も迷いになった。やばい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 、まずい、これは非常にまずい。ちょっと待ってな、ちょっと待ってな。まずい。あ、やばい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 、そっち行かないで。まずい、バケツ台、バケツ台、そっち。よし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 、やばい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 、そっち行かないで、そっち行かないで。前になってる。ありがとうございます。最悪。で、そいつを、やばい、そこ強いな、敵が。回収で、もう一個バケツ頼んできました。オッケー。だいぶモンスター減ってるんじゃない？下。いや、多分もういない、相棒。
なんでこれでモンスターを狩りに行きましょう。オッケー、行きます。でっかい卵あるな。またこれ僕リサイクラーやってるんで。卵処理、開けます。いや強すぎ、強すぎ。綺麗、あ、眉になってもた。いや、そうなんですよね、これ敵の近くに過ぎると眉になっちゃう。おい、やべ、ちょっと龍勢くんを拾いたいから、こいつらとりあえず、そいつらさっき倒しちゃった方がいい。そうですね。いや、眉入れちゃった。やばーい。これはひ、あ、ね、え、そうです。それやって、でも寝るしかないな、一回。そうですね、一回寝た方がいいんじゃ。あ、で、閉じよう、閉じよう、一回ここ閉める。です。あー、眉になった。いや、そうなんですよ、当たり判定むずいんですよ、このゲーム。で、ちょっとこうして、やばい、あそこがなかなか攻略できない。やばいよ、眉になってる。すぐ眉になっちゃう。よし、これで卵の発生率いる。よし、俺が取りに来つつ、いや、一回海もお風呂入った方がいいんちゃうか。俺は救います。大丈夫か。いや、ダメそうかも。うん、ダメそうやと思う。でも、龍勢くんを助けないと。よし、来た。俺は助ける。龍勢くんを助けるんだ。よし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 、オッケーオッケー。で、電池、これ流し一個横に移動させておきますね。これここに置いとけば多分めっちゃ楽だ気がする。で、これ俺お風呂入ります。え、やばい、ちょ、こっちめっちゃ侵食してきてる。え、どうしたやばい。うわわ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 、まずい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 。ちょっと待って、何ですか今。スタッフさんからあの不穏なバツサインが。終わり、まさかの終わり。終わり、くそー、マジか、こんなとこで終わり。なんかこの前もこういう終わり方だった気がする。これくそー、無理だよこれ。頭からここでやらないとな。ちょっと難しい。あ、ちょっとむずすぎる。くそー、くそ、終わりたくないけど今日はここまで。今日はここまでです。くそ、悔しい。ちょっと待って、ミディアムむずい。ミディアム急にむずくないですか。急にむずいね。急にむずい。でもまあ時間かけたらいけそう。いけそうでしたね。うん、もうちょっとあれば。くっそ、結構アイテムとかはあれだったっすけどね、揃ってましたけど。あれ、これってマックス何人プレイできるんですか。4、あと1人、あと1人いたらミディアムちょっといけそうっすね。確かに、まあ、4人だったら、うん、人が足りん感じはあるね。いや、でもなんかこう最初のスモールやった時よりもチームワークは俺感じられたなって思ったっす。マジで大丈夫でした。最高でした。ほんまですか。はい、ただもう2、3回一緒にやりたいですね。まあまあ初回なんで。そうなんです、我々は。まあ、初っ端からこれ始めたらクリアできそうやな、この。確かに、次ちょっと感覚忘れる前にもう一回やれたら、確かに絶対いけそうな気がする。だってこの前と同じ展開ってことやろ、この動画。なんかその通りあんまよろしくないね、はい、なんか人だけ変わって内容はなぞってる感じでしたね。再放送、全くその通りで何で言うの。でもまあ今回は今回でまた新しいアウトオブスペースになってると思うんで、うん、ぜひ皆さんもね、人によって変わるよね。はい、まあ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 、うん、なんか楽しんでもらえたらいいかなと。いや、楽しかった、楽しかった、めちゃくちゃ。本当ですか。うん、楽しかった。よかった、お二人に本当に支えられました、今日は。いえいえ、支えに全くですよ、全く。楽しかったです、ありがとうございます。あざす。ということでね、この動画がいいなって思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。めちゃくちゃ体育会系の終わり方するやん。あざす。あざす。ということで次回もまたお会いしましょう。バイバイ。